私の好きな由美子さんは実はオカマなんです。僕は男で由美子さんも生物学的には男です。でもなりや仕草や泣き虫なところなんかは波の女の子など寄せつけない素敵な女の子、ブスな女の子より綺麗なオカマがいいなんて、そう思う私は変ですか、それとも愛に性別はないのでしょうか。私の好きなオカマちゃん、私の好きになった人がたまたまオカマだったんです。それは偶然、それは悲劇、でも僕の気持ちは変わらない。手をつなぐと由美子さんは照れて赤くなるのです。波の女の子など問題じゃない、素敵な女の子、バカな女の子より利口なオカマがいいなんて、そう思う私は変ですか、それとも愛に性別はないのでしょうか。私の好きなオカマちゃん、君のことを心から思ってる、いつまでも忘れられない、今度生まれてくる時にはの好きな由美子さんは実はオカマなんです。僕は男で由美子さんも生物学的には男です。映画が好きで野球が上手くて手袋を編むのです。休みの日には二人出かけて夕日を見るのです。拗ねる女の子よりよく笑うオカマがいいなんて、そう思う私は変ですか、一番大切な人に私は出会えた、ただそれだけ、オカマちゃん。普通の女の子より女の子なのに、なぜ神様は意地悪、でも私が愛するのはこの
のように一人。私の好きな由美子さん。